正式発表北渡辺剛、ベルギー編とへ。ベルギー一部リーグに所属する経営編とは、コルトレイクから日本人 DF 渡辺剛を4年契約で獲得したことを発表した。現地時間9日、クラブの公式サイトが伝えている。発表の中でクラブは昨シーズン、彼はコルトレイクでの全試合にフル出場し、サポーターが選ぶ年間最優秀選手に輝いた。186組を誇るフィジカルの強い DF で、キャリアの初期には日本代表に招集された経験もあると渡辺を紹介。早速渡辺の愛称をとシュートし、加入を歓迎した。米印以下省略。ヘントは最近影薄いけど何年か前には CL で決勝トーナメント行ったりするくらいの強豪。ここでスタメン張れたらさらに上のクラブにも行けると思うし代表にも呼ばれるはず。以前はベルギーリーグあたりでも G リーグで実績のある選手が経済効果も期待されつつ挑戦する感じでしたけど、今や現地で活躍して普通に強豪チームに求められるんですね。なんか嬉しいな。DF は息が長いから、ここで結果出せばまだドイツとかへのステップアップの可能性あるよね。正式発表来た。レギュラー確保して代表に呼ばれるようになってほしいですね。日本代表選ばれないのおかしい。ここで結果残せばビッグクラブだってある。ヘントでスタメン取ればさすがに代表呼ばれるよね。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。